新製品の、キャルフォーム、カルフォームでもどっちでもいいんですけど、それの開封と、取り付けの説明をしたいと思います。とりあえずちょっと開けます。ういめちゃくちゃかっこいい。で、ここにセットされてるのは、付属は何が入ってるんですか？付属は、ディスクが2枚と、ベアリング、あとは SIM 関係ですね。と、レンチです。ちょっとこれを置いといて、あと説明書も一応入ってます。ちょっとじゃあ取り付けていきますね。まず、ちょっとこれ、もう片方ついちゃってるんですけど、で、片方ノブが取れてる状態なんで、こっちにつけていきますね。で、このネジをなくすとね、ちょっと大変なんで、これはしっかりちょっと置いといてください。そしたら、こっちが。まずはこいつを外してもらいます。で、こっちのノブカラーって言うんですけど、これは別に外さなくてもいいです。はい。で、開けてもらって、で、こちらにベアリングを入れてもらいます。次ペアリングですね。そう、これね。で、こっちも、これちょっとノブ取らない、入れにくいかもですけど、ここは。はい、これで入りました。で、とりあえずちょっとこの状態で、SIM なしで入れちゃいますね。で、ガタつきをちょっと調整していくんで、はい、こいつを。はい、まずは SIM なしで入れうん、てチーム調な節しすで、る。だいぶガタあり。こういうのは使ってて気持ち悪いんで、ちょっと SIM を入れちゃいます。よいしょ。種類はどんな感じで入ってるんですか？これ何ミリやったかな？わからんけど、忘れてたんやけど、薄いやつ2つ。とりあえず結構ガタ多いんで、一番熱いやつ入れる。あ、一番熱いっていうか、一番熱いのはこれなんですけど、その次に分厚いやつ、これを入れます。これ、リールによって違うんで、その辺はちょっと調整してください。あ、これで、決まってしまった。はい。もうこれ、バッチリやった。はい。もじゃあ、しこっちの1枚で合わなかった場合とかは、合わなかった場合、この薄いやつで調整していく感じです。薄いやつ。で、微妙なガタ。これでも合わへんっていうぐらい微妙なガタは、ちょっと、こう、曲げてやるんです。クイッほう。と、くの字に。見えるかな。見えへんかもしれないけど、くの字に曲げて、スプリング状にしてあるんですよね。そしたらガタ消えるんで。はい。これちょっと湾曲してるのが、こうやって。見えるかな。ちょっと見えんかもしれない。ただ、こういう風に曲げてもらったら、こう曲げたら、こう、入れてください。ベアリング側に、くの字のこう、こっちになっちゃうと回転が悪くなっちゃうんで、必ずこう入れてください。で、ネジを締めます。締めるんやけど、思いっきりトルクかけると潰れちゃうんで、ちょっとグッと効くぐらいです。はい、これぐらい。ぐらい。
ディスクの目的とか何かあるんですか？これはこうホイール部分肉抜きしてあるんで、これはめた時にこっからもう砂入ったりとか、あと現行のバリアルノブはこういう感じなんですよ中が、うん、でこれいっちゃうとこんな感じなんで砂が入るんですよね、はい、うん、例えばハマとかにこうザクッといったりとか、はい、でそれを防止するためにちょっと、まあ、目隠しっていうか蓋をする意味合いも入れ込みでこういうのをつけます、うん、これ自体はものすごいもう 0.0 何グラムとかなんですごい軽いんで、まあ、はい、こっちには影響ないレベルですね、はい、はい、で、次はこいつを締めたいと思います。で締めるときまずねよくあるのがこれあんまり刺さらん状態で締め込む。そうするとどうなるかっていうと、うん、ここがネジが舐めちゃう。なるほど、うん、あんまりトルクがかからない。だから刺したら最後までしっかり刺すことです。しっかり押してあげて、うん、しっかりね入れてあげるから、うん、でまず持つとき締めるときの持つ位置でだいぶこれし変わっちゃうんで、はい、ここ持って締めちゃうと、はい、ちゃんと締まらない、はい、うん、こうまあこうな、こういう構造になっとるんだけど、これが例えばここら辺を持っちゃうとここらあのこの辺ね、はい、上と同時にこれなあの中が見えないんでね、うん、この辺を持って締めちゃうと要はギューッとここで自分の指を握っとるわけやん。だから締まったと勘違いして締まり込んだと勘違いして隙間がこう空いてる場合があるんですよ、本当にちょっととか。だから使ってるとこれが例えば回ってくるんですよね、はい、で取れたとかそういうことになるんで、必ずこのノブがあったらこれのもう下半分ぐらい、はい、このぐらいを握る感じで締め込んでいってください。で締め込むときこれディスクが入ってるんですけど、このディスク部分がここの EVA でブレーキがかかっちゃって上だけこう回っちゃうんですけど、回っちゃうからちょっとねこう白く傷ついちゃうんで、あんまりこう開け閉めして傷がついちゃって嫌やなっていう人のためにちょっとあの指を入れてます。はい、いきますね。でじゃあでさっき言ったかこの電池でこう持って閉めればいいんじゃないのってなってくるんですけど、これを今度やると今度は締まりすぎちゃって、もう今度緩めようと思った時にもう固着してっていうことがあるんで、必ずこれレンチを使わずに固着した時の外しやすい用のこの溝なんで、これはもう取り付けの時はもう使わなくていいです。で下半分ここにも力入れて、でこうね回してってもらうと、はい、今ね下が一緒に回ったんですよ。こうなったらもう閉まりましたっていう合図なんで、ここで求めてもらっていいです。はい、はい、これで OK で、あとバリアル注意点はみんなちょっと気づいた頃にやってほしいんですけど、ここ増し締めギュッと、でたまにね一緒に釣り行った人のバリアルとか見るとねこういう人いるんですよ。これでこういう動きもするんですよね、カタ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 。でこれこういうもんやと思って使ってる人もいて、でこういうもんじゃないです。あのこれ原因はうまくでちょっとこれをあのドラグスタードラグをちょっと手で押さえてもらって、スプリング式のやつはあのねこのワッシャーを入れてないから、うん、要はこれこう締めた時に、はい、ここ一番ここドン付きまで当たっちゃってこうガンと当たっちゃってここでもう止まるじゃないですか、うん、でもワッシャーがないからこの
ハンドルプレートを押さえきれてないんですよ、うん、だからかさ増しでワッシャーを入れてください。でもし島野さんのリールとかやったら島野用のワッシャー1枚で大和さんのワッシャー入れたってもいいぐらいです。はい、入るんで。で丸いワッシャーとこれですね、これ入れる。であ、そうそうそう、もう一つがこれもそうなんですけど、このスタードラグをねバンと取っちゃって、これちゃんと溝にはまるようになってるんですよ。これがずれて溝にはまってない状態で、ここで溝にはまってない状態ってこれぐらいしかいかないですよ。ちゃんと溝にはまってると、これぐらいの奥まで行くんですよ。奥までいかん状態ではめちゃうと今度はまたハンドルもぐらつくんで、これ どんなカスタムハンドルでも一緒だと思います。ノーマルでも一緒だ。これしっかりほんで押さえながら、アブのリールの場合はこういうスプリングがついてないのでこういうことせんでいいんですけど、島野さんとダイワとかは、ダイワさんとかはこういう感じで、はい、しっかり、はい、で回す締める方向、ここに一応矢印が書いてあるんでこの通りに行ってください。でこれもあんまり、ね、思いっきり締めないのがいいです。これでこれぐらいです。グッと、はい、取れるぐらいです。はい、一回効かすぐらい、うん、一回効かすぐらい、はい、ガッチリガッチリ、はい。でたまに増し締めしてください、はい、たまに増し締めしてほしいっていうメッセージを込めてこういうのを販売したんで、常に身につけておくっていう、うん、はい、鍵と一緒に、はい、はい、こんな感じ、めちゃくちゃ軽いです、はい、従来のやつとどれぐらい変わるんですか？軽量、これセットでマイナス 20g、 マイナス 20g、うん、だからこう持った時にバリアルはまああれ重たいんでグッっていう感じはあったんですけど、はい、これはもうほぼロッドにつけた時もほぼ平行っていうかそういうバランスが取れてますね。ただやっぱりねこれ素材よくあるまあ EVA なんですけど、はい、バリアルに比べてやっぱりグリップ悪いです、うんうん、悪いっていうかグリップが普通、うん、EVA ってやっぱ濡れたらよく滑るんですよね。そうですね、うん、それがね、まあ普通やったんですけど、それを克服するためにこういう素材で打つ、ハンドルやロッドのグリップやったりとかリールのグリップにも使ってたんですけど、どうしてもやっぱみんな軽いのが欲しいっていう言葉は意見があったんで、ちょっと今回作ったんですけど、ただ軽いからね、軽いから来る感度っていうのは絶対ですね、ありますね、うん、また違う感度。そうそう、ヨタマキリップとかシャトルの釣りとか、うんうん、結構ノー感じなやつ、はい、他ノーシンカー巻きやったりとか、まあ、ラインスラックでこうラインダルダルで巻いていくようなそういう釣りとかはすごいこのノブは合うと思います、うんうん、ぜひぜひお試しください。